ユホハン2年は、フィンランド出身のラリードライバー。2010年インターコンチネンタル、ラリーチャレンジ。2011年、S2000 世界ラリー選手権。2012年、ヨーロッパラリー選手権チャンピオン。2010年 IRC モンテカルロ2003年に、フィンランドラリー選手権で、ラリーデビューし、その翌年にホンダシビックタイプ R で、グループ N クラスタイトルを獲得。2007年から、 三菱、ランサーエボリューション級で、プロダクションカー世界ラリー選手権に参戦し、2008年には参照して、ランキング2位を獲得。同年、プジョー 207S2000 で IRC に参戦。2009年よりシュコダのワークスドライバーとなり、ヤンコペッキーと共にチームを牽引。ファビア S2000 を借り、2010年に IRC2011 年、 SWRC2012 年に a r クと異なるシリーズで3年続けてチャンピオンを獲得した。世界ラリー選手権には2006年からプライベーターとして三菱の片落ち WR カーやランサーエボリューション級、シュコダなどでスポット参戦を続けた。シュコダを離れた後2013年はフォードからスポット参戦しつつヒュンダイの新車。 i20 WRC の開発を担当。2014年はヒュンダイからスポット参戦したが、目覚ましい戦果を上げるには至らなかった。2017年フィンランド2016年にはトヨタのテストドライバーとなり、新車ヤリス WRC の開発を担当。2017年に35歳にして、初めて WRC にフル参戦することが決定した。 シーズン序盤は攻めすぎもあり、チームメイトに比べてペース不足やクラッシュが目立ったが、第9戦僕国フィンランドでは、上位陣の脱落にも助けられ初の WRC3 位、表彰台を獲得した。なおこれは、小ドライバーのカイリンドストロームにとっては、富茉記念と組んでいた2003年のラリーギガバイト、以来の WRC 表彰台にもなった。続くドイツとスペインでも、 チームメイトのヤリエコールマティラ・ドバラとエサペカラッピが脱落する中で一人構想を見せ4位を獲得したが直後に夫、ナクがトヨタに加入することになり、半2年は正ドライバーの座を失うことが決まった。また最終戦からリンドストロームがスポーティングディレクターに就任するため、半2年も最終戦を欠場することになった。しかしシートを失っても、 マキネンやトヨタとの関係は良好で、2018年からは、セーフティクルーとして、コースの状況をドライバーに伝える役割を担っている。他、ヤリス WRC のテストドライブ、テスト時の小ドライバー、かつた木元のコーチなども行っている。また同年の全日本ラリー選手権の新種ロラリーでは、ヤリス WRC のデモラムを披露している。2019年は、 第8戦、イタリアに4代目のヤリス WRC で2017年のラリーギガバイト以来1年8ヶ月ぶりに一戦限りだが競技復帰を果たした。2020年にはヤリー・コールマティラトバラの子ドライバーとして WRC に復帰する。なお、半2年がラトバラの子ドライバーをするのは、これが初めてではなく、以前からフィンランド国内選手権に セリカ ST165 などのヒストリックカーでよく二人で参戦していた。しかし現代の WRC でドライバーとしてチームメイトであった者同士がドライバー、コドライバーの関係になるのは大変珍しいケースである。ありがとうございます。